または、磁気ディスクパックを扱う補助記憶装置を指す。装置内には、制御ボード、電源装置、インターフェースなどが組み込まれている。ハードディスクを記憶部とし、制御ボード、電源装置、インターフェースなどが組み込まれている。使用されるドライブ数は1台から12台程度が多い。また、ドライブの交換を容易にするため、 トレー上にドライブが設置され、RAID タイプのものでは運転中に、ディスク交換が可能なホットスワップ機能を持ったものも、ある。ドライブについては、ハードディスクドライブ参照のこと。複数ハードディスクを合わせて、容量の大きい仮想ドライブとしての利用や、障害対策を行うものを RAID という、200メガバイトのディスクパック。カバーを外した。 状態1956年に IBM が初めてハードディスクを発売した。直径24インチのディスクを50枚使い、その容量は5メガバイト。1980年代初頭までの大型汎用コンピュータでは、プラッタの交換ができるものもあったが、現在のハードディスクは大容量化によって、データの読み取り書き込みを迅速に行う必要が生じ。 回転速度の高速化及び回転精度の向上が求められるようになった。これにより、プラッタを取り外したり交換したりすることはできなくなった。密閉型とは違い時期ヘッドが、プラッタの回転前からプラッタ状になく、プラッタの回転速度が上がってからプラッタ状に、ヘッドが突出する。このため、密閉型のように、時期ディスクパックのプラッタ上に、 潤滑剤が塗られていない。ハードディスクを記憶太とし、制御ボード、電源装置、インターフェースの他に、エアーブロー、エアーフィルター、ボイスコイルモーター、交換が可能な時期ヘッドなどが組み込まれている。使用されるドライブ数は1台。ディスクパックは数枚から十数枚の媒体をヘッドの入る間隔を開けて重ねたもので、 背の低いコップを伏せたような形状のプラスチックカバーに入れて保管する。使うときはディスクの装填されていないディスク装置の蓋を開け、カバーをかぶせたままパックを装置に入れて固定、蓋を閉めてスピンドルの回転、ヘッドのエンゲージといった手順を要するもので、交換にはかなりの時間がかかったため、頻繁に交換するような使い方はしないのが普通であった。 小型のものは 10M 程度、大型のものは 100M、200M のものがよく使われていた。プラッタは高価なため、若干の不良部分は、そこをスキップするように不良箇所を指定することで、可能な限り寿命を伸ばすことも行われていた。プラッタ上の記録密度は密閉型に比べ大幅に低い。ヘッドとの距離は密閉型より若干大きいが、 タバコの煙の粒子より狭いため、ハードディスク装置内部は、複数のエアフィルターを組み合わせて、半導体製造工場並みのクリーン度を実現している。プラッタそのものの寿命が、製品寿命となる。おおよそ3年から5年程度。磁気ヘッド、フィルターなどは、交換が可能であるため、メンテナンス、オーバーホールなどにより、装置寿命は、極めて長い。 ハードディスク装置の場合、可動部は大きく分けて、磁気ヘッドを動かすリニアモーター、スピンドルと呼ばれているプラッタを回転させる、モーターの2種類に分類できる。磁気ヘッド磁気ヘッドは、プラッタと呼ばれる円盤の面に対し一面に対し1本のアームが張り出し、1個の磁気ヘッドが置かれている。このアームの可動は、ボイスコイルと呼ばれるモーターで直接的に駆動する。 他にアームを誘圧で移動させるものもあった。磁気ディスクパック上の一面は、磁気ディスク上の位置を知ったり、回転速度を知るためのコントロール面になっている。磁気ヘッドは、全数一括して動くため、全ヘッドが、ディスク媒体の同一半径上のトラックを記録再生することになる。この複数トラックをまとめて、シリンダと称した。そのため、 ディスク上の領域を物理的に参照する際には、シリンダマイナスヘッドマイナスセクタの3階層で管理する習慣ができ、これは固定ディスク時代になっても長らく踏襲された。スピンドルスピンドルは、スピンドルモーターと呼ばれるもので稼働する。基本的には、ベルト駆動と呼ばれ、ベルトで回転を伝えている。メインフレームとの接続は、 各社独自の方式で行われるのが普通であった。システム360ではオープンアーキテクチャとして S360 チャンネルコントロールワードを公開したためプラグコンパチブルを歌う IBM 互換機には互換があるものもあった。現在は物理インターフェースはファイコンなどファイバーチャネル化が進んでいる。一方パーソナルコンピュータとのインターフェースは スカジーの他には、古くは、サシや IDE、現在は、USB や ATA、シリアル ATA などが用いられる。外付けドライブとして拡張する場合は、特にスカジーが利用されてきたが、近年では、USB や IEE1394 と、IDE の変換を外付けドライブ内で行い、接続するのが、一般的になってきた。なお、ネットワークから、 TCP, IP で直接アクセスできるようにした。なぜや愛しくしい接続で、接続可能なハードディスク装置もある。ありがとうございます。